はい、お疲れです。おお、おい、あそく。おいよ。お疲れ様です。守備太郎潤が、はい、おにゅうのバッグを買ったと、はい、買いました。情報聞きつけて、いや、やってまいりましたよ。ほう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 。マジェスティックさんの、はい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 、リュック買って。マジェスティック。まあ今までちょっとリュック使ってたやつあったんですけど、はい、肩のとこが切れちゃったりとかしちゃって、うん、ちょっとボロボロになっちゃったんで、うん、これまだでも買って間もないやろ。多分今日初めて野球には持ってきました。あ、そう。はい、先週、今週届いて。ちょっと中身して、中身して。中、まあ普通にこういう感じで貼って、はいはいはい、上から上から。で、まあ一番メインのところが光学用になってて、ここで。おここで絞れるようになってて、そんな豪快に。そう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 、試合終わりなんでぐちゃぐちゃだったんですけど、まあまず一番上にグラブ、まあエルボーガード、うん、みんなつけてます。最近、まあ、痛いから MQ めちゃめちゃ。確かにな、本当にウェア系は、うん、まあこのアクティブーム最近アップで、あーいいね、夏夏っぽいね。そう、暑いから日本びちゃびちゃになっちゃうじゃないですか、アップで。結構いいね、これかっこいいよな。うん、柄がやっぱおしゃれですね、いいね、今時のみんなは、うん、でこれはあのふくらはぎの加圧のツータイムズユーっていう、はいはいはい、はい、やつ。最近なんかふくらはぎちょっとキュッて締まってた方がやっぱブレが少なくなって疲れにくいっていうのを聞いたんで試して。いいなぁ、こういうの履いてます。いいなぁ、はい、俺も買おう。他はなんかこんな感じで着替え系が、はいはいはい、たっぷり入るな。そうそう、入ってて、でここにあのネットがあるんですよ、こんな感じで。ネット、そう、ほらネットがあって、はいはいはい、そこにこれパソコン入ってるんですけど、パソコンとかあの携帯の充電器とか、はいはい、ここに入れれるようになってて、うん、でこここうやって引っ張れると閉まるんで、こうやって、おー、そう、収納しっかりできて、でこの上にこうやって、はいはいはい、洋服入れとかユニフォームとか入れながら野球道具入れるっていう。こう下のチャックは？これはスパイクス、うん、あーなるほどね、はい、でスパイクがまあ今日は、うん、あのちょっと前に買ったんですけど、新しいやつ。おお、この出た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 、デーハーナマザーズ仕様ちゃう、これ母の日仕様なの。母の日仕様なのか分かんないですけど、なんかネットショッピングしてる時アメリカのやつ発見して、まあ最近いろんな道具ピンク使ってるんで、スパイクも欲しいなと思ったんですけど、なかなかなくて日本で探すね。でたまたまアメリカで見つけて、あの前徳さんとかパチさんとか入ったポイントの水野さんの、はい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 、はい、で紐はあの MO アモアモ、はい、この紐にしてあって、まあちょっと、はいはい、これほどけにほどけない、やつで、まあ、徳さん、パチさん、これパチさんからプレゼントいただいたんですよ、紐ポケットついてて、でここはあのこっちがもうお財布とか、はいはいはい、あの鍵とかね、貴重品を、そう、自宅の、収納たっぷり。そうで、こっち側は最近僕あのロージン持ってるんですよ、常に守備の時。守備の時使ってるの。そうそう、なんか良くて感覚が、はいはい、だから健康さんのボールメーカーが作ったロジンっていう、なんか滑らなそうだなと思って。で、ここで最後裏側に収納があって、あのキャップ入れの裏側、はいはい、でここにはまああのギア系ですね、あのこういう手首の、はい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 、これプロのサポーターなんですけど、ピンクのプロのサポーター、はい、プロっていうところの、あとあのセラミックパワーギアの、あの肘サポーター、モンキーセブン、モンキーセブン。バッテが、はい、僕普段2つダブルの時とか持つようにして、まあ、基本2つ持ってて、うん、あのヘッドスライディングとかしちゃうじゃないですか、うんうんうん、ファーストとかなんか際どいくらいとか、はいはい、砂まみれになっちゃったりとか、うん、ドロドロの日だと濡れちゃったりして、はいはいはい、嫌じゃないですか、そのお祭りの時の、うんうん、なんで一応2個持ってて、1個は大師匠坂本和正様にいただいた現金時のバッテ、はいはい、でもう1個が最近買ったアンダーアーマーのバッテ、はいはい、最近はこの2つをカバンに入れて試合に行っていて、で、あとこれ最近僕が流行ってるの、これ、わかります？ラーメン、おお、ピンクラーメン、わかるわかるわかる、キラキラしてる、キラキラしてる、ピンクラーメン、キラキラしてる。そう、テーピングなんですよ、手首に巻く。そんなおしゃれ。そう、磁着式って言ってテープ同士がくっつけて肌にはベタベタくっつかないんで、うんうん、締まりがすごく良くて、でおかきってなんか最近こっちで締まった方がやっぱ、はいはい、力が入りやすくて、これ最近よく巻いてます。走塁用手袋、靴持ってやねん、走塁用手袋、スラッガー、スラッガー、これも坂本さんのやつ、まあ、トップさんも、竹さんも、沢田さんもね、てっぺいさんもみんな使ってる最近、踏まれたりとかあるし、うん、まあ、あとはなんかもう本当に着替え類とかね、うん、ジャージみたいな、いいですね。ちょっとじゃあ今度俺も買ったら、はい、ちょっと俺の、俺特集もしてくれよ。いいですね、じゃあ今度また行きましょう。監督グッズ、監督グッズと監督リュックを買いに。監督リュック。9月のプレゼント発表、はい、まずはクボタスラッガーオーダーグラブ守備ザルモデル
こちらさらにヤクルトで道具担当している小川さんが片付けをしてくれます。さらに火の国熊本で買った火の国レッド、ゼットプロステータス、投手用の軟式グラブをプレゼント。いずれもチャンネル登録&コメントで応募完了でーす。